脳卒中神経脊椎センターという中規模病院における AST 活動について今日は話させていただきたいかと思います。はい、COI は特にありません。脳卒中神経脊椎センターとは、脳血管医療センターとして1999年に開院しています。自分は大学を卒業して、この年にこちらの方に来てますので、ずっとこの病院にいる形になります。300床の病院で HCU、SCU、地域包括病棟、回復期リハビリテーション病棟を持つような病院でありまして、診療科は8診療科で、常勤医が32名と非常に少ない病院になっています。学年誌は最近増えてきまして、19人となっていまして、職員数としては約700人程度となっています。このような病院での AST 活動についてお話をさせていただきたいかと思います。感染管理関連ですが、甲状加算の2を算定しています。感染症医は常勤ではなく、週半日の常勤となっています。最近検査室が院内にあるということが AST 活動には非常に助かっています。バンコマイシンなどの薬物血中濃度は外注となっています。ICT 自体は病院開設当社から設立されていたんですが、主に管理職がメンバーでありまして、マニュアルの整備などが中心でありました。2006年に実務を行う薬剤師が参加することが望ましいということになりまして、当時、自分に声がかかったという経緯があります。ICT に加入して行ったことなんですが、薬剤部で行っていなかった TDM を開始したり、採用抗菌薬があまり整備されていなかったために、その整理を行いました。また、非常勤感染症医が翌年来ましたので、返信依頼について ICT のメンバーが参加する形になっています。特に血液培養などの採取を適正にしないと、抗菌薬適正使用にはなりませんので、その院内講習会を感染症専門医にお願いしたり、抗菌薬適正使用指針を作成したり、実践抗菌薬の適正化を行いました。そして、自身の認定薬剤師の取得と後輩の育成という形で、ICT を実務なんですが、多くは AST に関わるものであったということになります。当院では ICT と AST は兼任という形になります。担当薬剤師は PHS や直接主治医とのやり取りで行いますが、提案を行ったりするときには、多職種との情報交換が重要となります。検査部にはグラム染色や細菌同定結果、感受性の結果の確認などが必要ですし、ICN には ISBL 酸性菌などでは隔離策の相談が必要になります。また、非常勤感染症医には計画の報告や、困った時に相談の指定したりを行ったりしています。AST 活動への薬剤師の関わりです。2006年に ICT で参加し、TDM を開始しました。2007年に非常勤感染症医として、現埼玉医科大学の岡先生が就任しました。その後、ICT で患者さんのラウンドを開始しました。薬剤師として、ICU の救命病棟へのカンファレンスの参加、救急当直カンファレンスの参加を行っています。2008年から講述します。介入型の ICT を開始しました。その際に、診療前のプレゼンテーションを薬剤師が行っています。2010年に、自身の感染制御認定薬剤師を取得しまして、薬剤師のコンサルテーション窓口を開始しました。2015年には専門薬剤師を取得しましたが、同時に認定薬剤師の2人目が、取得されました。そして、神経内科のカンファレンス、毎日参加するようになっています。2019年に3人目の認定薬剤師が誕生しました。当院での AST 介入項目について、この6項目を順に説明していきたいかと思います。毎日行う業務として、PHS へのコンサルタントの受付、血液培養などの患者さんの介入、そして、抗菌薬使用患者の確認や培養結果の確認、そして、
その中でラウンド対象になる患者さんを登録していきます。木曜日はカンファレンスラウンドの日でありまして、カンファレンスのプレゼンテーションやラウンド、感染症によるカルテ記載とラウンドの記録を行います。そして、その経過のモニタリングを木曜日から次の木曜日まで行います。培養結果の確認や抗菌薬変更の提案、TDM、副作用、相互作用の確認や CG のフィードバックを行います。月1回、感染対策委員会で AUD の報告を行っています。まず、コンサルテーションですが、薬剤部への問い合わせが増えたことで、2010年より担当薬剤師が PHS を持つことになりました。主治医からの感染症治療に関する問い合わせや、細菌検査からの培養結果の報告との窓口となっています。感染症に関する問い合わせになりますが、平日は数件から10件超えることはあまりないですね。昨日は6件で本日は4件でしたので、大体このぐらいが平均的な相談の件数となっています。血液、髄液などの無菌検体が陽性になったり、耐性菌や特殊な細菌の検出があった際には、主治医とともに担当薬剤師の PHS にも連絡が来ます。当院の血液培養の検体数は685検体で、ほぼ 99.1% が2セットですので、344セットとなっています。陽性本数は106本という形で、15.6% 程度の陽性となっています。検査部の方から主治医と担当薬剤師の方で連絡が来ます。担当薬剤師は、グラム染色の結果や陽性の本数、ガスの有無などを同時に確認し、必要に応じて患者さんのラウンド等を行います。主治医から連絡が来ることもありますし、こちらから介入することもあるんですが、現在の治療薬で良いのか、黄色ブドウ球菌とかではバンコマイチンを考えたり、サザエ耐性菌、非発酵菌などでは抗緑膿菌薬の提案が必要になります。そのような変更、併用が必要か。また、感染層がどこか、これは患者さんのところに行かないとわからないこともありますが、その確認や、コンタミネーションが疑われる場合にはその判断が必要です。TDM が必要な薬剤の場合は TDM の依頼も行います。その内容はカルテの方に記載します。数日しますと、細菌検査の同定結果が返ってきます。治療経過の確認や、ディエスカレーションの可否、治療期間の提案や、経口抗菌薬への変更などを提案します。そして木曜日のカンファレンスでプレゼンテーションを行います。病棟担当薬剤師には併用薬や副作用の患者や GDM の採血時間を周知していただきますし、敗血症ショックなどで循環管理が必要な時には集中治療室担当医師への連絡も必要になってきます。血液培養の介入事例です。脳卒中後のリハビリテーションの事例になります。脳卒中後のリハビリテーション中に尿路感染を起こす。よくある症例かと思われます。セストエクソンで治療を開始したんですが、翌日血圧低下があったために、主治医からコンサルテーションの電話がありました。血圧が下がっており、呼吸数が上がっており、息しびれが悪くなってまして、クイックスコア3点という形で、敗血症ショックと考えました。主治医に輸血の負荷を提案したところ、病棟行くと席にはすでに負荷が開始していました。また、回復期リハビリテーションで、病棟での治療継続が困難と考えまして、救命病棟の担当に連絡し、ICU へ転送となっています。そして、同時に細菌検査室に連絡がありました。検査部からの報告で、血液、尿培養の結果を確認しました。この結果を受け、主治医へ抗菌薬の変更を提案しています。カルテにはこのような記載をしました。敗血症性ショック、尿路感染症でありまして、血液培養より2セット抗菌培養のみ陽性という報告を受けました。グラム染色ではブドウ糖非発酵菌が疑われるということです。尿培養からも同様の細菌が検出されています。現在の治療薬セフトラレキソンではカバーできない細菌と考えられるため、ぜひ人気に合わせた提案をさせていただきます。培養が結果が分かりましたら、また報告させていただきますという形になりました。抗菌薬を選択するには患者さんのデータとともにローカルファクターも参照します。昨年のデータがこちらとなっています。2例目です。血液培養の機械がこちらになります。院内に細菌検査室がありますとこういうのも入れますので、
行ったことない方は見せてもらうといいかと思います。こういう細菌は、まあ、陽性になるのが予測されていることが多いですが、しっかりとマネジメントが必要となる細菌となります。カテーテル関連血流症を考えました。2セット陽性であり、グラム染色ではブドウ球菌が疑われるということです。この方は MRSA を補菌していましたので、バンコマイシンを併用することを提案させていただきました。今ではこのようにローディングを行いますので、ローディングと TGM の時間を提案して、こちらの方をカルテに記載しています。カルテに記載するだけではダメですので、主治医にも直接連絡や話したりして提案をしています。カテーテル型があるときには、カテーテル間の培養と時間差なども検査後には確認が必要となってきます。翌日あたりにはこのような結果が出てきます。黄色いコロニーが出まして、ヒオキシンで組織炎ができています。これは MSSA と判断がされます。このように、新たな記載があります。MSSA がと分かりましたので、セハゾリンへのディエスカレーションが可能と考えられます。カテーテルが抜去されているため、血液培養も陰性が確認できていますので、14日間の投与を推奨しますという記載がこちらではさせていただきました。黄色ブドウ球菌やカンジダが血液培養から検出した場合には、バンドルが必要となります。血液培養の陰性化の確認やカテーテルの抜去が必要ですし、必要に応じて心臓エコーの提案も必要です。合併症の有無やカンジダであれば、眼科への併診依頼も必要かもしれません。抗菌薬の選択が患者性によって変わりますし、眼内炎である場合は移行性を考慮する必要があります。TDM や投与期間は上の項目によって変わってきます。抗菌薬の使用患者の抽出です。まずはオーダリングで抗菌薬のからのアプローチを行っていましたが、2008年遺伝子カルテ導入によって培養結果からのアプローチとなっています。2018年に新しい電子カルテになったときに、抗菌薬、培養結果の双方からアプローチできるようになりました。抗菌薬届け出ですが、最初はバンコマイシン、カルアペネンが届け出制でありました。しかし、これらの薬剤を提案するのは薬剤師がほとんどでありまして、MRSA の薬は 66% に上がっていました。適切な薬剤を減らす必要があるが、必要な場合も選択しにくくなるのではという疑問がありました。2010年4月より、使用届を廃止して、全抗菌薬の投与状況を把握し、必要に応じて介入することとしました。感染対策に委員会において、このような場合には介入できるような許可を得ています。薬剤部ではこのような払い出し表に記載して、誰にどのぐらい出ているかというのが分かるようにしています。届け出をやめてしまって、抗菌薬の使用量が増えては仕方ないんですが、当院では使用届を廃止しての使用量は減少しており、100人当たりの AUD としても 0.3 から 0.4 と非常に小さい値となっています。このような患者さんの中から、ラウンド対象患者さんを文書管理システムを用いて登録しています。介入対象患者さんは、無菌材料からの菌検出や、長期抗菌薬投与の患者さん、おおむね16回になります。抗 MRSA 薬や抗緑膿菌薬などの特定抗菌薬の使用患者、併診依頼やコンサルテーションのあった患者さん、そして病棟カンファレンスで介入を提案した患者さん、このような患者さんを介入対象としています。そして、そのような患者さんをカンファレンスでのプレゼンテーションを行います。患者さんの情報や起用歴、介入目的、使用抗菌薬や培養結果、そして治療経過です。継続症例では前回からの経過を報告します。こちらがカンファレンスの、ところですけど、こちらが加藤先生ですね。薬剤師がプレゼンテーションを行っています。そして重症感染症患者は栄養管理も重要なので、自分自身も NST のメンバーなんですが、栄養士も参加してもらっているというのが当院の特徴であります。
しかし、人員不足のため、現在はなかなか参加できないという状態です。また、院内の ICD 医師も今年度から継続して参加していただいています。必要において、主治医にプレゼンテーションをしてもらうこともあったりします。そして、患者さんのラウンドは、非常勤医師の返信も兼ねることがあります。そして、必要に応じて、主治医や集中治療医と一緒にラウンドを行ったりします。こちらは救命病棟で主治医や集中治療医と一緒にディスカッションを行っているところになります。こちらは主治医と一緒にディスカッションを行って、先ほどの患者さんと同じところでやっているところになります。フィードバックやモニタリングは AST 活動として一番重要と考える項目です。治療の有効性や培養の結果の確認と、それによる治療薬の提案、TM や副作用、相互作用の確認も必要となります。病棟や診療科カンファレンスの参加で主治医と直接話すことがより円滑に進みます。提案して終わりにしないということを心がけたいと考えています。これらの活動を行うためには薬剤師の育成が欠かせません。介入始めて数年のうちに課題にぶつかりました。自分自身が当直を行っていますため、被災地に対応する薬剤師の育成が必要であります。感染症に興味がある若手薬剤師を現場に連れていくことによって、コンサルテーションなどを学んでもらうこととなりました。結果、2名の認定薬剤師が誕生しています。今は2人とも加算1の病院で活躍しています。で、2人同時に習得と更新がありましたが、勧誘事例も多いため、症例報告は別々に用意することが可能でありました。加算2の病院でもできることとして、小規模病院としてのメリットを生かすことが重要だと思います。主治医と直接やり取りすることが容易であるということが、継続した勧誘につながります。また、抗菌薬を適正使用することによって、使用量が減れば、全症例勧誘も可能となっています。ただ、症例を学ぶ必要があるかもしれません。学会や薬剤師会などのワークショップに参加して、診断への介入方法を学ぶ必要もあるかもしれませんし、同じような仲間がいる勉強会に参加することも有効かと思います。そして、困った時に相談できるようなシステムを作ることが一番いいかと思われます。加算2の病院の弱点を補うためには、このような非常勤感染症医と常に連絡を取るような体制を整えておく必要があります。また、他の病院に相談できるような横のつながりを持つことが重要かもしれません。医師や薬剤師、看護師、臨床検査技師と他の病院で困った時に相談できるとよりいいかと思います。このような窓口は加算1の病院でも良いですが、メーリングリストなども活用できるかもしれません。しかし、個人情報には十分注意する必要があります。そして、医師と直接話をしやすい点は、これは弱点ではなくメリットでありますので、大いに活用しています。課題もあります。加算に病院では、AST 活動は加算対象ではないため、人員配置が困難であります。空き時間や時間外に業務を行うことがあります。実際、自分に与えられた正式な活動時間は、週にラウンド日の1時間だけとなっています。継続的な人員配置がされないために、人員が欠けた時点で活動が中断してしまうという課題があります。今年、その課題が現実的なものになりました。認定薬剤師が2名とも異動となりまして、不在時に対応できる薬剤師がいなくなりました。そして、病院が薬員体制となりまして、担当不在の日が増えました。そして自分の DI 業務の配置が実態がありましたため、病棟での直接指導や会心参加が困難となりまして、実際は2022年からコンサルテーション窓口を閉鎖する予定でもありました。しかし、若手で勉強したいというものが現れたため、今年その2名が初の学会発表を行い、認定取得への道を進みました。まだ臨床経験年数が足りないため、しばらくは勉強が必要ですが、これからの AST 活動を継続し、より発展させてくれることとなります。当院の発表はここまでになります。
ご清聴ありがとうございました。